来信一さん、えー、いつも動画楽しく拝見しております。竹井さんが長距離やマラソンをされないのは、高出力長時間で体への負担が大きいからですか違います、えー。それとも練習とインパクトのコスパですか健康のためにマラソンやトレーナーをしてるんですが、竹井さん的にはあまりおすすめじゃないのかなとふと思い質問です。だって。まあ、俺が長距離やマラソンしないのは、 長距離やマラソンって大体、あの、全速力の半分ぐらいのスピードじゃないですか。特にマラソンは半分でしょ約半分。僕らは大体、時速40キロぐらい出せるんだけど、マラソンは約時速20キロでしょだから出力50%高出力じゃないんですよ。あの、はい、低出力なんですよ。長距離やマラソンは。出力が低くて長時間なんですよ。で、体の負担は大して大きくないけど、 ないから、やっても身体能力が高まらないですよ、あんまり。あの、弱い出力の運動を長時間続けられるようになるだけっていうことなんですね。うん、そういう機能が伸びていくんですよ。だから50、50%の運動を2時間続けられるようになるっていうのが目標じゃないですか。マラソンをやる目標って。で、俺はその能力よりも、 100%の能力を101%にする、102%にするっていう、高出力の、高強度の運動機能を高めたいんですよ。だから、マラソンや長距離やってもそれは一切高まらないので、やらないっていうことです。目標が違うっていう。シンプルにそういうことです。だから、うん、長距離を同じ速度で、まあ、遅い速度で巡行したい。 その時間を伸ばしていきたいんだっていう人は、長距離やマラソンの練習をしたらいいと思うし、うん。実際その長距離とかマラソンやった方が、多分陸上ではお金稼げると思うし、商売になりやすいと俺は思うので、もしそういう方向に走るっていうことを商売にしたいとか、自分のなりわいにしたいんだったら、圧倒的に長距離が一番飯食いやすいと思います。陸上の中で。一番あの飯食える確率が高いのは長距離です。はい。それだけで、 あの、走るだけでお給料をもらえる確率と数、人数はもうぶっちぎりで長距離だから、まあ陸上をやってある程度人生を確保したいんだったら、長距離を選ぶのが一番いいですね。まあ間違いなく体の負担も、うん、まあ走ってる歩数とか時間はめちゃくちゃ長いけど、やっぱり強度低いから、あの、短距離選手みたいに肉離れしちゃっておしまいとか、そういうことはほとんどないから、 まあ、関節とか骨に負担が来て、慢性的な疲労になっちゃうっていうことさえ避ければ、結構長期間、あのトレーニング選手もできると思うんで、おすすめおすすめですね。うん、経済活動にし結びつけたいなら、長距離、陸上の長距離やるのが一番確率高いんじゃないかなと思いますね。で、誰でも出せるスピードでしょ言ったら。100メートル9秒台のスピードってさ、ほとんどの人が出せないけど、 長距離マラソンの世界チャンピオンのスピードは誰でも出せるから。だから、まあ、ちゃん全員にチャンスあるよね、うん。そういう意味では勝負しに行くのはすごく懸命だと思いますよ、長距離で。勝ちたかったら登録しとけ。